皆様、ハロロンパジョリンコチビです。皆さん、おでこですよ。皆様、ハロロンパジョリンコチビです。今回はイルモ TV さんのイルモさんにおちびのオープニングとおちびのイラストを描いてもらいましたよ。皆さんにそのイルモさんの紹介をさせていただきたいと思いますよ。よよよよ。あ、そうで。皆さん、おでこですよ。ということで、ドアップすみません。今回おちびのオープニングと YouTube のヘッダーとかおちびの画像とか可愛いのを作ってもらったのはおちびのお友達のイルモ TV さんに書いてもらいました。イルモ TV さんは最近 YouTube やられたんですけれども、アニメやイラストレーターなどしていますということで、本格的なね、あのイラストレーターさんなんですけれども、そのイルモさんが最近、YouTube を始めたということで、これ見なきゃと思ったら結構ねクオリティがめちゃ高いびっくりね。おちびのイラストも描いてもらったんですけど、すごいクオリティ高い、そしておもろいおでこだよ。ありがとう、オープニングも作ってくれて本当ありがとうございます。感謝しております。そしてですね、イルモさんの、イルモ TV のオープニングちょっと載せとくんで、これもクオリティがめっちゃ高いので、皆様ちょっと載せとくんで、見てください。イルモ TV。イルモ 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 TV。 イルモ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  TV。ということで、いかがでしたか、イルモさんのクオリティめっちゃ高いでしょ、すごい、本当にすごい。ということでね、これからも、オープニングとして使わせていただきますので、またよろしくお願いします。あと前回のクレイジーリッカーズさんのオープニングも作っていただいたんですけれども、それと一緒に、順番というか、その雰囲気に合わせてまたクレイジーリッカーさんのオープニングも使わせていただきたいと思いますので、また皆様見たらよろしくお願いしますって、どういうこと、いやい日本語わからんわいということで、もしよかったらこのイルモ TV さん、皆様見てみてください。概要欄に URL 貼っとくんで、皆様見てみてくださいということで、ジャリンコチビでした。